ジャイアンやスネオにいじめられそうになったら、さささっと逃げたいんだ。そんな道具を出してよ。君ってやつは、そんな道具よりいじめられないようにしっかりしろよ。でないといつまで経っても、意気地なしで、のろまで、みんなに馬鹿にされてばっかりじゃる。そんなに悪く言わなくても、僕は君のためを思って。ドラえもんだって、いつも役に立たない道具ばっかり出すくせに。なんだった？ドラえもんがポンコツだから僕までいじめられるんだ。もう面倒見きれない。帰る。帰れ帰れ。二度と来るな。ドラえもん、あんなやついなくなってせいせいしたよ。あんなやつ二度と顔も見たくない。おじいちゃん困ってるだろうな。うんと困ればいいんだよ。困れば。帰るつもりはないの？ないね。のび太くんが泣いて謝るまでは。ジャイアンたちに見つからないようにそーっと。あ、うん、のび太だ。おちおち外も歩けない。おかえりなさい、のび太さん。ん？ドラミちゃん！気になったから来てみたの。優しいな。ドラえもんとは大違いだ。そうだ！これからは君が僕の面倒を見てくれない？それは無理よ。無理か、やっぱり。これから僕はどうやって暮らせばいいんだろう。それなら。欲しい道具をこの機械に注文すると作り方を教えてくれるの。作り方？どうせなら完成品が出ればいいのに。贅沢言っちゃダメ。さあ使ってみて。いじめっ子に襲われたらパッと逃げられる道具が欲しい。ゴキブリ棒？名前はいまいちだけど、きっとすごい道具よ。ん？うわぁ！ダメ。とても僕の手には負えないよ。もう、やってみもしないで投げ出すなんて。ゴキブリ棒の仕掛けを簡単に言うと、敵の接近を発見する魚眼レンズ、どっちへ逃げたらいいか計算するコンピューター、周りの様子を正確に調べるレーダーアンテナ、筋肉に電流を流して素早く行動させる電極、それから材料箱。はい、どんな材料でも揃っているわ。とにかく作ってみましょう。うん、説明通りにすれば簡単よ。それをかぶるとゴキブリみたいに素早く逃げられるわ。うまくいくかな。早速実験。あら、のび太、いい宝にお使いに。え、一体どこに？お使いだったら私が行ってきます。すごいすごい、これならジャイアンたちなんてへっちゃらだぞ。ったく、のび太のやつどこに。やあやあ、君たちごきげんよう。のび太、バカなら自分から来たよ。おい、のび太、生意気だぞ。まあね、それがどうした。いや、なんだその口の利き方は。やっちゃえ。ーーあれ、君たち何やってるの。こいつ、このまるでゴキブリ並みの速さだぜ。わーい、やったー。しかも自分で作った道具で。おめでとう、のび太さん。それじゃあ私未来に帰るわね。え、そうなの。この発明館を使えば大抵の道具は作れるから。でもなるべく早くお兄ちゃんと仲直りしてよね。わかってるって。どうもありがとう。さてと、次は何を作ろうかな。
お！タケコプターなんかつまらない。ドラえもんも持っていないのが欲しいな。新しい空飛ぶ機械を発明してよ。なになに？空中歩行機？これは2本の足だけで空中を歩く道具である？面白そう！パイプを関節でつないで、ベルトをつけて、できた！これでどうやって飛ぶんだ？右足を空中に上げ、それが落ちる前に左足を上げる。うんと早く繰り返せば空を歩ける。本当かな？空中散歩だね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それのび太さんが作ったの？いいわね。何か発明してほしいものはない？そうね、春夏秋の花が一年中いつでも見られる花壇が欲しいわ。よし、引き受けた。しかし、この機械は疲れるね。一休み、うわっ！なんだ、ドラえもんか。何しに来たんだよ。何しに来たとはなんだ！ドラミがうるさく言うから帰ってきてやったんだぞ。ドラミちゃんが？謝るなら許してやる。誰が？なんで謝るんだ？そんなこと言って、どうせジャイアンたちにいじめられたら泣きついてくるくせに。ふん、平気だよ。今の僕にはこれがあるんだから。どう？発明か！便利な道具は自分で作れるんだ。もうドラえもんの出番はないからね。やっぱり許せん！もう知らん！二度と助けてやらない！ビーズ！もう誰の世話にもならないよーず！静香ちゃんに頼まれた発明をしようっと。これはオールシーズンカバン。3つの部分はそれぞれいつも3つの季節の気候に保たれているんだ。僕らも頼みがあるんだ。テストで100点取れる鉛筆を発明してよ。スポーツマンになれる薬を。小遣い製造機よ。僕の欲しいものばっかりだ。すぐ作ろう。のび太、スネ夫、一体どうしたの？どうもこうもないよ。ジャイアンがのび太を逃がしたのは僕のせいだって、殴るやら蹴るやら。ひどいことするな。それで頼みがあるんだ。どんな強いいじめっ子でもやっつけられる道具出してよ。やだよ。え？スネ夫だって僕のこといじめたくせに。悪かった、謝るよ。ふん、どれだけ謝られたって。発明料1000円出すから。ん？ファイタースーツ？これで戦えば絶対に負けないよ。でも見かけ倒しってこともあるからな。発明料1000円も払って、もしジャイアンに負けたらひどいぞ。そんな。よーし、試しに。えい！いいぞ、これならジャイアンに勝てる。でしょ？なんだりゃ。おい、のび太！ジャイアン！頼みがある。どんな強い相手でもいじめられる道具を作れ。10円やる。断ったらぶん殴る。なんだかスネ夫のに似てるな。結局喧嘩する道具だからね。いいか、
10円もの大金を払ったんだ。スネ夫に負けたらギッタギタにしてやるからな。そんな。はあ、困ったな。のび太さん。ドラミちゃん。どう？お兄ちゃんとは仲直りできた？それどころじゃないんだよ。実は。今日こそ絶対に負けないぞ。それは俺様が言うセリフだ。なんて激しい戦い。これじゃ手がつけられないよ。どうにかしてよ、ドラミちゃん。そうね。あ、そうだわ。もう私の手には負えないわ。お兄ちゃんに頼んで。え、ドラえもんに？でも今更そんなこと。大丈夫、こんな時のためにいい道具があるじゃないの。ん？ドラえもんと仲直り機？用意するもの、ランドセル、玉ねぎ、なんだこりゃ。とにかく作ってみましょ。手のついたランドセルと玉ねぎのみじん切り。これはどうして仲直りの道具？え？もう目にしみる。ドラえもん、許して。ごめんなさい、ドラえもん、許して。結局謝るしかないってことね。そうか、泣いてまで謝るなら今度だけは許そう。本当？ありがとう、ドラえもん。それで困ったことって何？それが。この戦いをどうにかしろって？なんとかできるのはお兄ちゃんしかいないんだから。よいよし、君たち、戦えよ。ドラえもん！ダメだこりゃ、応援を呼んでこよう。応援？一体誰のことかしら。スネ様！たけし！近所迷惑ざます！今すぐやめるざます！やめないとぶっ飛ばすよ！ああ、よかった！じゃ、これはもういらないわね。便利な道具だけあったって仕方ないや。のび太くん、やっぱり頼りになるのはドラえもんだよ。ひどいこと言ってごめんね。うん、僕も少し言い過ぎたやん。よかった。それじゃあ私は帰るわね。バイバイ。おい、ドラえもん、よくも母ちゃんに言いつけたな。あれからむちゃくちゃ怒られたんだからな。今すぐ出てこい！ギタギタのメタメタにしてやるから。どうしよう。あ、そうだ、君の作ったゴキブリも貸して。ええー。